池内君。はい、日本共産党の池内沙織です。私は愛媛県松山の出身です。松山道後温泉などでも知られる大変いいところです。しかし私は子どもの頃から納得のいかない経験もして育ちました。男尊女卑といいますか、女は男に従うものだという言葉が身近に語られるのを聞いて育ちました。男らしさ、女らしさという規範が個人の上に置かれるとき、それは多様な生き方を抑圧するのだと感じるようになりました。私はこうした決めつけに個性が押しつぶされることなく、誰もが自由に生きられる社会であるべきだと強く感じるようになりました。そうした思いを強める中で、私は LGBT、 L はレズビアン、 G はゲイ、 B はバイセクシャル、 T はトランスジェンダーを表し、いわゆる性的マイノリティという意味ですが、こうした人たちの存在を知りました。私が男は男らしく、女は女らしくという決めつけによって個性の発揮が妨げられていると感じたように、 LGBT の人たちは異性を愛するのは当たり前、体の性に沿った性自認、ジェンダーアイデンティティを持つのが当たり前という決めつけによって個性の発揮が妨げられているのではないか、ありのままに生きることが妨げられているのではないか、こうした女性や LGBT の重しとなっている、それは男性にとっても重しだと思いますが、この現状を一歩でも変えていきたいと選挙ではこの思いを強く訴えてまいりました。この中で LGBT の当事者の悩み、思い、期待の声を聞いてきました。今日は私の初めての質問です。性的マイノリティの人権について質問させていただきたいと思います。まず国際的な動向、国連の動きについて外務大臣にお尋ねします。2008年に初めて国連全加盟国で構成される総会において、 LGBT と総称されるいわゆる性的マイノリティの人々に対する人権に関する声明が提出されました。さらに2011年にはやはり初めて国連人権理事会においても性的マイノリティの人々に関する決議が採択されました。さらに続いて2014年にも決議が採択されています。どのような内容の声明決議だったのでしょうか、教えてください。岸田内務大臣。この LGBT の方々のこの人権に関する国連の動きですが、まず2008年の第63回国連総会におきまして、我が国を含む66カ国は性的指向等を理由とした人権侵害を非難する内容のステートメントを発出いたしました。そして2011年の第17回国連人権理事会においては、国連人権高等弁務官に対し、性的指向等に基づく差別的法令等について調査の上、報告書として提出することを求める内容の決議が我が国を含む賛成多数で採択されております。そして2014年第27回人権理事会においては、2011年の決議で述べられた報告書を今後もアップデートするよう求める内容の決議が我が国を含む賛成多数で採決された、こうした動きを承知しております。池内君。はい、今大臣がおっしゃった2008年の声明には、性的指向や性自認にかかわらず人権がすべての人に平等に適用されるとされています。性的指向と性的自認という用語の円文の原文はセクシャルオリエンテーション、ジェンダーアイデンティティという用語です。2011年の決議は性的指向、性的自認を理由とする暴力行為、差別、こうした人権侵害の状況を調査してまた要請しています。この決議に基づく調査、国連人権理事会でのパネルの討議という動きの中で、国連人権高等弁務官の事務所が Born Free and Equal というこの冊子、私も持ってきましたが、この冊子を公表しています。性的指向、性的自認を理由とする暴力行為や差別に対しての取り組みといいますが、具体的にどのような人たちに対する取り組みだと国連人権高等弁務官のこの事務所のレポートは言っていますか、教えてください。岸田外務大臣。
ご指摘の報告書ですが、この2011年の国連人権理事会決議を受けて、性的指向等に基づく差別的法令等について調査したものであり、いわゆるこの LGBT、このレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、そしてトランスジェンダーのこの人々がその対象として含まれていると承知しています。池内君。いわゆる LGBT という性的指向、性自認を持つ性的マイノリティの人たちの人権保護の取り組みだということです。ナビ・ピレイ国連高等弁務官はこの冊子の中でこう言っています。他のすべての人々が享受する権利と同じ権利をレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、 LGBT の人々に広げる今回の事例はラジカルなものでもなければ複雑なものでもありません。それは国際人権法が支持する2つの基本的原理、平等・非差別に基づいています。世界人権宣言の第1条は明白です。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。私はこの今回の質問を準備する勉強の中で、国連決議に至るまでの長期にわたる各国関係者の努力を知りました。これまで幾度となく性的マイノリティの人権について前進させようとする試みが国際社会では取り組まれました。しかしその都度宗教や文化を背景とした対立によって決議にまでは至らなかった。そうした中でやっと人権擁護の流れが国連決議という形に結実しました。長年にわたる自由獲得の努力に私は強い感銘を受けましたが、今回の国連の声明決議について大臣はどのような認識をお持ちですか。岸田外務大臣。まずすべての人々はいかなる自由による差別も受けることなく人権を共有することができるのであり、性的指向等に基づいた人権侵害、これは非難すべきものであると考えます。我が国としましても引き続きこの人権分野におけるさまざまな国際的なこの課題が存在します。こうした課題に積極的に取り組んでいかなければならないと考えます。池内君。ぜひともこうした決議がなされたことを多方面にお知らせいただき、関係者と一体となってさらにこの取り組みを進めていただきたいと思います。次に国内の取り組みを法務大臣にお伺いいたします。国際社会は性的指向や性自認にかかわらず人権がすべての人に平等に適用されるとして、 LGBT と総称されるいわゆる性的マイノリティの人権擁護の取り組みを進めようとしています。私は今日ここに法務省の人権の擁護という冊子を持ってきました。この中には性的指向、国連決議との関係ではセクシャルオリエンテーションということに対応すると思いますが、この性的指向と性同一性障害、これはジェンダーアイデンティティに対応するものと思います。日本政府は性的マイノリティの人権についてどのように認識し取り組んでおられますか。上川法務大臣。ご質問をいただきました、法的、性的マイノリティに関する人権問題についての国内での取り組みということでございまして、今こちらの方の冊子もご紹介いただきましたけれども、性的指向に関しましては、男性が男性を、また女性が女性を好きになるということで、これにつきましては根強い偏見あるいは差別があるということでございます。また性同一性障害に関しましては、体の性とそして心の性との間の食い違いに悩みながら、周囲の心ない好奇の目にさらされるというようなことで苦しんでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるというふうに承知をしているところでございます。そこで性的指向あるいは性同一性障害を理由とする偏見あるいは差別をなくし、国民の皆様のご理解を深めていく必要があるというふうに認識しているところでございます。で、法務省の人権擁護機関におきましては、この啓発活動の強調事項といたしまして、平成14年度から性的指向を理由とする差別をなくそう、
また平成16年度からは性同一性障害を理由とする差別をなくそうということで、この協調事項に掲げまして、各種の啓発活動に取り組んでいるところでございます。また全国の法務局、また地方法務局におきましては、面接あるいは電話によりまして人権相談に応じているところでございますが、こうした人権相談の中で性的指向や性同一性障害の問題を抱えていらっしゃる皆さんの中で人権侵害の疑いのある事案ということにが認知されました暁には人権侵犯事件ということで調査をしっかりと行って、その結果を踏まえて事案に応じた適切な措置を講じると、こうした取り組みをしているところでございます。池内君。今大臣もおっしゃっていただきました、この冊子の中では性的指向は男性が男性を、女性が女性を好きになることに対しては根強い偏見や差別があり苦しんでいる人々がいる。性同一性障害では心と体の性の食い違いに悩みながら周囲の心ない好奇の目にさらされたりして苦しんでいる人々がいる。そしてこうした双方の問題に対して理解を広げていくことが大事だということが述べられました。私はこの通りだと思うんです。この質問に先立って LGBT 当事者の皆さんと懇談をしました。あるゲイの方が飲み会や職場で彼女いるの、結婚しないのと聞かれることにとても傷ついていると話してくれました。彼女いるのという問いかけ自体が男女の異性愛を前提とした問答であって、現実に存在する多様な性的指向を全く想定していない無理解を表しています。存在なきものとして扱われている日常の中で当事者は息を潜め自分を押し殺し沈黙を強いられています。自分のセクシャリティを表明した場合、ホモ、オカマなどの侮蔑表現にさらされるかもしれない。まさに偏見や差別をなくし正しい理解を深めることが必要だと私は思いました。そのためには性的マイノリティについての正確な知識がどうしても必要だと思うんです。この点で私が大変学ばされたのはこの研究です。学校教育におけるセクシャリティ理解と援助スキル開発に関する研究、先日西村議員も当委員会で取り上げていた調査と同じものだと思いますが、私が今日持ってきました。厚生労働省にお聞きいたします。この研究では性的マイノリティの児童生徒に対する対応する際に先生方が最低限備えておくべき基礎的な知識を問う設問がされています。その一つは同性愛は精神的な病気の一つだと思うというものです。この設問に対する先生方の回答はどのような結果が出ていますか。厚生労働省新村健康局長。お答えいたします。ご指摘の研究班の報告書によりますと、平成23年度から24年度に教員を対象としてセクシャルマイノリティに対する意識や経験の実態調査を行い、5979人から回答を得たとのことでございます。その中で同性愛は精神的な病気の一つだと思うかという質問項目に対しまして、そう思うと回答したものが 5.7%、 わからないと回答したものが 25.0%、そう思わないと回答したものは 66.2% となっております。はい、池内君。全体の 5.7% は同性愛は精神的な病気の一つだと思うと捉え、 25% はわからないという結果だったということです。率直に言って同性愛は精神的な病気の一つだと思うという認識は性的マイノリティへの偏見を助長するものだと私は思います。同じ研究グループが行った別の研究の中で医学における同性愛の位置づけについて言及しているところを紹介したいと思います。厚生労働省にお願いいたします。厚生労働省新村健康局長。平成19年度エイズ対策研究推進事業の成果報告書、ゲイ・バイセクシャル男性の健康レポート2という中に記載されておりますが、かつて医学界では同性愛は精神疾患であるとされておりましたが、米国では1987年には精神疾患とされなくなったということ、また世界保健機関 WHO では1992年に疾病分類の見直しを行い、同性愛は治療の対象とはならないとの趣旨の記載がなされております。
池内君。塩崎大臣に確認したいと思います。今紹介されたように92年に WHO は国際疾病分類改定版 ICD-10 の中で同性愛はいかなる意味においても治療の対象とはならないと宣言し、厚生省はその ICD-10 を94年に公式基準として採用しているという理解でよろしいでしょうか。塩崎厚生労働大臣。 WHO の作っております国際的な診断ガイドライン、いわゆる国際疾病分類 ICD-10 におきまして、同性愛は精神疾患ではないとされておりまして、厚生労働省としてもそのように認識をしております。池内君。90年代までは我が国の書物の多くに同性愛は異常、性的盗作であると記述がなされてきたことを研究グループが指摘しています。しかしそれがそうではないと国際社会と日本が公式に認識したのはわずか20年前のことです。同性愛者のことを病気の一種であると思っている、あるいは病気ではないとしっかりと否定できない現実の中で、今でも特殊な少数派という見解、偏見は根強いと私は思います。大多数の同性愛者は異性愛者と同じ生活圏に暮らしながら身を守るために見えない存在となって生きている。カミングアウトしようものなら異常、変態、性的盗作等の言葉にさらされるかもしれない。やはり無理解と偏見を乗り越えていく必要があると私は思います。先ほどの研究に戻ります。基礎的な知識を問う設問として、さらに性同一性障害と同性愛は同じようなものだと思うという設問、さらに性的指向を選べるのか、つまり同性愛になるか異性愛になるか本人の希望によって選択できるという設問があります。これに対してはどのような結果が出ていますか。厚労省新村健康局長。ご指摘の研究班報告書によりますと、性同一性障害と同性愛は同じようなものだと思うかという質問項目に対しましては、そう思うと回答したものは 5.0%、 わからないと回答したものは 29.4%、 そう思わないと回答したものは 64.1% となっております。また同性愛者になるか異性愛者になるか本人の希望によって選択できると思うかという質問項目に対しましては、そう思うと回答したものは 38.6%、 わからないと回答したものは 32.8%、 そう思わないと回答したものは 25.4% となっております。池内君。性同一性障害と同性愛は同じようなものだと思うという設問に対して、そう思うが 5.0%、 わからない 29.4% という結果です。先ほどの法務省の冊子でも人権擁護の課題として2つに分けて捉えているように、性的指向そして性同一性障害というのは区別され、それぞれに固有の課題があります。この認識もまだまだ浸透しているとは言えない状況だと思います。続いて性的指向を選べるのか、つまり同性愛になるか異性愛になるか本人の希望によって選択できると思う、この設問に対しても全体の 38.6% がそう思うと答えています。以上のような結果を受けて、調査に当たった研究者は同性愛そして性同一性障害についての認識についてどのように評価していますか。厚労省新村健康局長。当該研究報告書には教員に対する調査結果の評価といたしまして、セクシャルマイノリティの児童生徒に対応する際に最低限備えておくべき最も基礎的な知識さえ圧倒的に欠如している現状であったと記載されております。池内君。最も基礎的な知識さえ圧倒的に欠如している。私は教職員に対するこのアンケートを今日取り上げましたが、これは教職員だけの傾向なのではなくて日本社会全体の傾向を表していると思います。異性愛者が明日から同性を好きになれと言われても自らの性的指向を変えられないように、同性愛者が同性に惹かれるという性的指向は意のままにはなりません。私がお話をお聞きした同性愛の当事者も気がついたら同性を好きになっていたとお話ししていました。
人を好きになるという気持ちに異性愛、同性愛で変わりがない。この変えられないものに対する無理解、偏見が強いから苦しんでいます。 LGBT と総称される人々は人口の 5% 程度存在すると言われ、いつの時代もどこの国にも存在したし、今も私たちの身近に生きています。上川大臣、まさに偏見、無理解をなくしていくことが急務だと思いますが、上川大臣の認識をお聞かせください。上川大臣。先ほど申し上げたところでございますけれども、法務省の中でも人権擁護の中の大変重要なテーマとしてこの10年来取り組んできたところでございます。各種の啓発活動につきましても、これまでもそうですし、これからもしっかりと取り組んでいるということでございます。池内君。政府としてもより一層の力を込めて努力に努めていただきたいと思います。同時に性的指向、性的自認、これを普遍的人権として日本社会に根付かせていく担い手は私たち一人一人だと思います。私自身も性的マイノリティについて理解できていない、気づいていない人間の一人でした。しかし男女という枠組みが前提の社会にあって、性的マイノリティの存在を知り、命の多様性を私自身が学ぶ中で相手を思いやる気持ちを持てたし、何より自分自身とより深く向き合うきっかけになりました。性の問題は命の問題であり、人間が生きることと表裏一体の大事な問題だと思います。一人一人が偏見無理解を乗り越えていくことが求められていると私は思います。次に教育の問題進みたいと思います。私は先日ゲイの方のお話を聞きました。私の心に残っている話を紹介します。子供の頃に男のくせに女っぽいといじめられ、自分の性的思考をいけないものだと押し殺し、自分を肯定的に受け止めることができたのは優に30歳を超えてからだったとのことです。こうした状況に追い込まれることの苦しさは私にも想像できます。 LGBT 当事者が子供時代に孤立感や自己否定、いじめなどに苦しんでいる実態について、私が大変学ばされたのは LGBT 学校生活に関する実態調査結果の報告書、この命リスペクトホワイトリボンキャンペーンが2014年5月に公表した調査です。この調査によれば、調査に応じた当事者の実に7割がいじめの被害経験を持ち、そのうちの3割が自殺を考えたという結果です。さらに私が心を痛めたのは、 LGBT 当事者が自分のセクシャリティについてカミングアウトできない、他の人に打ち明けることができないという実態です。調査によれば、男子の5割、女子3割は小学校から高校までの間に自らのセクシャリティについて誰にも打ち明けられなかった。その理由は理解されるか不安だった、これが6割です。男子の場合には話したらいじめや差別を受けそうだった、これが6割に上っています。LGBT についての正確な知識が普及しているとは言えないこの環境下で、どのように自分のことが伝わるのかわからない孤立感、ひしひしと伝わってきます。思春期の真っ只中で恋愛や性、ファッションについて自分のありのままを表現できずに、あるいは隠して日々送ること、どれほどのストレスでしょうか。先ほど厚生労働省のやり取りで、学校の先生方の性的マイノリティ、同性愛、性同一性障害についての認識とその調査結果について明らかにしてきました。研究グループの評価は、残念ながら最低限備えておくべき基本的な知識が圧倒的に欠落しているという辛辣なものだった。下村大臣にお伺いいたします。文科省自ら性的マイノリティ全般について正確な知識を伝えるパンフレットを作るなど、教員が正確な知識でそれに基づいて子どもたちに向き合えるように状況を変えていくことが急務ではないでしょうか。下村文部科学大臣。性同一性障害やその他の性に関することも含め、教職員が児童生徒の悩みや不安を適切に受け止めて対応することは極めて重要なことであります。このため文科省では性同一性障害につきまして、児童生徒の心情に十分
配慮した対応を取るよう学校教育委員会に指導、これ平成22年4月以降でありますが行ってまいりました。また自殺総合対策大綱、これは平成24年の8月に閣議決定されましたが、ここにおきましても早期対応の中心的役割を果たす教職員に対し、いわゆる性的少数者に関する理解を促進することとされております。このような視点を踏まえまして、生徒指導、それから人権教育等の場を通じまして、性同一性障害を有する児童生徒等への教職員の適切な理解を促し始めたところでもございます。文科省としては現在専門家の意見を聞きながら各地の事例等を整理し、性同一性障害等の児童生徒への支援に係る参考資料を今作成しております。今後この資料を活用するなどしまして、性同一性障害の児童生徒への支援方策や児童生徒のさまざまな悩み不安を受け止める必要性や、あるいは対策等について教職員の理解を促進してまいります。池内君。先ほど紹介した厚生労働省の調査でも教職員の知識や理解が不足している背景について示唆しています。調査項目の同性愛や性同一性障害について出身養成機関で学んだことがあるかとの質問に対して、学んだことがあると答えたのはごくわずかです。研修で学んだことがあるかという問いに対しても2割台の方しか学んだことがないという状態です。一方で性の多様性に関する研修があれば参加したいというこの項目にはいと答えている先生方は6割を超えていらっしゃいます。こうした教員の現場の意欲に応えて取り組みがよりさらに求められておるいると思いますが、大臣どのようにお考えになりますか。文部大臣ですか。はい、文部大臣答えますか。え、誰。文部科学省初等中等教育局長小松君。ただいまお話の教員要請その他につきまして、個別の事項につきましてはそれぞれの大学で、教育課程等を定めてまいりますので、その詳細に文部科学省で一律のことは申し上げることはできませんけれども、今現在、こうした教員要請の中で、具体的に、カリキュラム等にですね、こうした正しい理解について、入れるものなどが出てきております。具体的にそういった教育課程などが見られるようになっているところでございます。それからまた就職をいたしましてから後の職員向けの研修につきましても、先生ご承知のとおり各都道府県等でもそういった例が出てきております。文部科学省としては学校現場における先ほど大臣からご説明を申し上げました正しい理解の促進と合わせまして、そういったさまざまな場面でこうした理解が進むということが望ましいと考えておりますので、引き続きそうしたものが進むのは先ほど先生おっしゃったパンフレット等を通じまして理解を促進してまいりたいというふうに考えております。池内君。こうした教育の現場を変えていくということは先生方を含めた周りの大人の理解と取り組みが不可欠だと思います。その先生方の取り組みの土台となる性的マイノリティに対する正確な知識、これが圧倒的に欠如していると指摘されているような事態を変えていくということは本当に急務だというふうに思います。抜本的な取り組みを求めます。そしてこの問題は日本社会全体の問題だと私は思います。最初にも言いましたが、男らしく女らしくに縛られず誰もがありのままに生きられる、誰もが自分自身のセクシャリティの誇りを持ち違いを認めながら生きられる社会を目指したいと思います。性的マイノリティの人権が保障される社会は私にとっても、そしてこれまでこうした首輝きに縛られてきた人たちにとっても生きやすい社会のはずです。 LGBT をはじめとしあらゆる差別を許さない、私にとっては私が私であり続けるためにこの問題に取り組んでいきたいと思います。以上のことを述べまして私の質問を終わります。
ありがとうございます。これにて池内君の質疑は終了いたしました。